い、どうもムックミュです。今回はフィンチ家の奇妙な屋敷で起きたことをやりたいと思います。これ PS ストアでサマーセールでちょっと安くなってたんで、もう前からやりたいとは思ってたんだけど、ついに手を出してみました。今フリープレイで配信されてるアンフィニッシュドスワンを作ったゲーム会社がなんかね、開発に関わってるみたいなんで、アンフィニッシュドスワンはね、前にやったことあるんでちょっと楽しみかな。で、なんかもういきなりさ、スタートからタイトル画面とかなく急に始まるっていうね。でもね、視点しか動かせない。あ、何これ、え、何ボタンだ、え、ちょっと待って、操作説明プリーズ、操作説明をください。あ、開けた。何これ、見えないんだけど。読めない。とりあえず事の始まり、つまり家のことから。私は11歳の時までここに住んでいたけれどって、今から、あれ、あ、まずそこの部分をプレイってことかな。え、ちょっと待って、字幕ください。あ、違う、×ボタン決定になってる。クレジットじゃないな。カメラコントロール、ノーマル、クロスヘア、オフ、オン。字幕ないのか、これ。兄のミルトは私が4歳の時に消えた。まるで家が彼を飲み込んでしまったかのように。なんかね、このゲーム、ちょっとまだよくわかっていないけど、オフにしとこうか、これ。とりあえず、×ボタン決定、丸ボタンキャンセルだね。日本向けになってないな。外国向けだな。しかもオプションで変えられないっていう、若干ちょっと混乱しそう。一応字幕入ってるっぽいね。最初はあれか、音声が長かった。私は11歳の時までここに住んでいたけれど、家の半分は立ち入りが許されていなかった。フィンチ家にこれから向かうらしい。なんかこの女の子がそのフィンチ家に行って、そのフィンチ家で起きたね、家族の、物悲しい記憶をたどっていくみたいな、そんなゲームだったと。これ R1 ボタンがなんかアクションを起こすボタンだね。あ、ちょっと待って。で、下か、スティック下。郵便受けの中には重要支給開封と書かれた7年前の請求書があった。7年前の請求書。あ、閉じちゃうの？あ、開けなくなった。え？あ、こんな感じで、なんか、記憶の断片を探していく。あ、ルイス兄さんの葬式以来、戻ってきたのは初めてだった。ということは、この子は、まあ、さっき言ってたけど、11歳の時にそのフィンチ家にいて、ルイス兄さんのお葬式以来戻ってきたのか初めてなんだって。おお、これ先に進むとなんか字幕が消えるっぽい。のーなんちゃらかんちゃら。ちょっとなんか見た感じホラーゲームっぽいけどね。何これ、鍵？遺言と一緒に母さんは鍵を残してくれたけど、どこを開けるかはわからない。あ、こんばんは。こんばんは。一応今回ちょっと生配信しながらなんでね、たまにコメント反応します。私が知っていると思ったのかもしれない。それともその謎を解くために私が戻ってくると思ったのかもしれない。なんか鍵が送られてきたみたいだね。それでこの女の子がここに来たんだ。
ちょっと道が二手に分かれてますね。どっち行こっか。ジャンプとかできない。どっちでもいいのかな、これ。なんかつながってるような気もするな。なんだ、道が、あれ、ここも歩けるの？結構自由に歩ける。一人称視点の、なんだろうな、これアドベンチャーゲームかな。あ、引っかかった。なんだこれ、登れそう。でもジャンプできないんだろうな。落ちた。広いな。ちょっと待って、道がなくなったよ。なんか不穏な音楽になってきた。まあいいか。なんかなるべく探索をしながら見つけたものだけ追っていく感じにしようかな。あ、マービーさん、こんばんは。こんばんはだ。あ、行き止まりだ。ちょっとホラーチックな要素が出てきたけど、これはホラーゲームじゃなくて、どっちかというとなんか物悲しい物語らしいね。家の周りの林は、読めなかったな今。あたかも今にも何か言いかけているかのように。家の周りの林はなんちゃらかんちゃら。なんか急にさ、画面の前に字幕出るんじゃなくて、なんか後ろとかに急に出てくるから、字幕をちょっと見逃しちゃいそうになる。あ、ほら、やっぱ繋がったんじゃない？これ、道が。最近来てなかった。いいんだよ、気が向いた時に来れば。でも今は家族に関して家そのものにしか答えられない疑問がある。てか、字幕遠くない？あれ。あ、生物とか言った。走れない。あ、消えた。本音を言えば、家を相続した後も戻ってくるとは思わなかった。あ、こっちが本当のルートだったんだね。ちょっと私違う方から行っちゃったな。でもまあ一応なんか違う方から行っても長いこと誰もここには来ていないはず。でも蹄の跡がいくつかあった。すべての道のり。一応違う方から言ってもなんかね、断片的な言葉だからそんなにつながりないんで、あんま関係ないか。あ、戻ってきたんじゃない。ここが多分さっきの分かれ道な気がする。あ、そうだそうだ、走りたい、すごい走りたい。これなんかあれ思い出すね。なんだっけ、名前が思い出せない。なんかめちゃめちゃこういう感じの探索ゲーム昔もやったけどね。家督相続みたいな。なんかこの女の子があのフィンチ家を相続するって話だったのかな。なんかちょっとまだね、始めたばっかりでよくわからない。まあ、とりあえず奇妙なお屋敷に向かってみようか。走れ。なぜ走れないんだ。これは多分なんか素直に進んだ方が順番に字幕を見られそうな気がする。サッカーゴールとかある。家は覚えていた通り、そのままだった、夢で見たのと同じ。なんかこれ開業の位置おかしくない？ごめんね、なんかちょいちょいダメ出し、ダメ出しじゃないけど、なんかちょっと突っ込んじゃう。私だったら今の
廃業市違うとこにするな。枠範囲があったのかな、あれ。すごい字幕が読みづらい、若干。なんか落ちてるよ。ミッシング。あ、これが私。なんかちょっとお腹出てる。ちょっとお腹出てる。これが私らしいです。ミッシングはなんだろう、これ王冠かぶってる男の子か。ルイスお兄さんかな。As a child, the house 子供の頃うまく言えないけれど、この家は私を落ち着かなくさせた。落ち着かなかったんだ。今17歳になって何と言えばよかったかわかる。家を恐れていたんだと。今17歳らしい。 JK じゃんね。女子高生だわ。ちょっと待ってね。こっちから行った方がいいのかな。これ裏口だね。ゴミ箱。なんか変な音がする。で、これがガレージか。多分開かないだろうね。え、なんかガレージの方から何かうごめく音が聞こえた。ちょっと待って。ガレージに行く前にさ、こっちを調べたい。ちょっと隅々までね、探索したいよね。こういうゲームは。こっちからじゃないといけないわ。そこが入り口っぽいけどね、なんか。あ、ミッシンいっぱいあるな。どんだけ探してんだ。イーディに一度池に住むドラゴンについて聞いたっけ。彼女は自分の旦那はなんちゃらかんじゃ、私は6歳だった、それでも変なジョークだと思ったっけ。ちょっと字幕が消えるのが早いな。まああれだな、動画にするから一時停止して一時停止して読んでください。生配信中もできるか、一時停止ね。多分このゲームは、あ、アクション苦手な人でもできるやつや。あ、マサトさん、こんばんは。これは花のガーデニング用のあれだね、なんか材料というか。で、ここにアクションボタンがあるからやっぱりこっちから入るんだ。じゃあちょっとガレージの音を調べてみようか。なんかこっからさ、キラキラ音が、から入る。犬用のドアをくぐるのは11歳の時の方がよほど簡単だったっけ。あれ、こっち進んじゃうんだ。あ、やばい、あそこ調べらんなかった。電気はずいぶん前に止められていた。まあいいか。普通入り口から入るもんじゃないの。ちょっとなんか裏口から入ったね。あの入り口も多分なんかね、喋ったと思うんだけど、気になる人はぜひ製品版で製品版でというか自分でね買って。久しぶりに、2010年だ。久しぶりに家にいる気分がした。でも家族の代わりにあるのは記憶の抜け殻。
ああ、もうなんかこの家にはね、誰もいないみたいなんだよね。もうここに住んでる人はみんな死んでしまったっていう。Like how only one うちま restaurant で出前 delivered して to く our れたたった house, 一軒 so のレ we ス had トランの Chinese こと a か。lot. それで中華をよく食べたっけ？中華食べたんだね。あ、あるある。 Or how after Louis started working at the cannery, それ we と all か、got ルイス sick of が eating 缶詰 salmon. 工場で働 Except き our 出してcat, から、みんなやがて先に嫌気がさしたこととか、猫の森以外に。いや、ほんと字幕が早いな。音声に合わせてるんだろうな、あれね。消えるの。とりあえずこっち行ってみようか。The table was still a wreck from the night we left. 私たちが去った夜のままテーブルは散らかっていた。私たちが去った。 It was like a bomb had gone off, killing everyone まるで読めない。爆弾が落ちてみんな殺されたけれど、家財道具だけ無事に残ったみたいな。あ、最新機器っぽいのが。ということは、なんか、この女の子は、こんな家を散らかしたまま家を飛び出したのか。あ、なんか、すごい汚れてますけど。なんか絶対お腹出てるよね。なんかどういう。Nothing in the house looked 家の中 abnormal. で特に変 There was なところはなかっ just た。too 家 much があ of りすぎ it, る like a というスマイル with だけ too で、many 言って teeth. みれば歯が多すぎる笑顔みたいな。Even the fireplace had a story. 暖炉に Edie told me the bricks さ、came ストーリーがあった。イーディによると、 from the original 沈んだ最 house 初の家 after のレンガで作られたそうだ。暖炉にさ、ストーリーがあったって。急に話しかけ口調になるみたいな。あー、段ボール。手帳とかあるけど、調べられないな。これなんかオムニバスストーリーみたいになってるっていう話なので、こう調べる。調べらんない。あ、注視できる。L1 で。L2 もそうだ。L1L2 で、こうなんか、ものを注視できる。なんか全然さ、操作説明がないから、自分で押して確かめるしか。三角があれだ、オプション。でもオプションボタンもね、オプション開ける。この暖炉はなんか、調べられないのか。ほんと人がいない。あ、なんでもなかった。鳥だ。バイオリンとかも置いてある。調べるものが結構あるな。これはオルゴールかな。回せる。ひいおじいちゃんのスベはバーバラのためにオルゴールを作った。そして家の他の部分も。すごいね、このオルゴール。しずくさん、おやすみなさい。徹夜じゃ。徹夜まではいかないか、多分。3時ぐらいまでかな。鍵が必要。母さんは私にいつも地下室に入るなと言ってたから、鍵がはまらなくても驚かなかった。鍵が持ってない。今持ってる鍵じゃ開かないんだ。あ、なんかこんな暗かったっけ、この部屋。これでここ入り口に戻ってきたな。開かないのかな。開
かないな。 A lot of things got left behind あの夜の混乱の中、たくさんのものが取り残された。てかそこのドアおかしくない？なんかそこのドア、何これ、めちゃめちゃ接着剤。 Edie told me once that every finch who ever lived is buried somewhere in the library。 あ、ちょっと今何も見えなかったんですけど、字幕が。まあいいや。ナイフがどうたらこうたら、何これ、開かないな。After Milton disappeared, ミルトンが行方不明になった後、母さんは寝室をすべて封印した。それにイディは反発して覗き穴を開けた。ああ、お母さんが寝室を全部固めちゃったんだって。ここも覗けるな。話を聞くたびモリーとは友達になりそうな感じがした。もし彼女が1947年に死んでいなければかな。わあ、リアルだねこれ。ここも覗けるな。カービー、サムおじいちゃんは7年の間、死んだ兄弟のカルビンと一緒の部屋で過ごした。カルビン、あ、年号が書いてある。これがカルビンが生きた年数ってことだね。グレゴリー76か77。子供の頃はどこの家も覗き穴や封印されて入れない部屋があるのだと思っていた。なんかすごいピンクてかトイレトイレ。あ、ここも文字が読めない。エディスベンホフ、あ、フィンチって書いてある。ここ、最後にイーディスシスターの部屋に入ったのは10歳の時。ちょっとわかんない、字幕が早い。戦時中か戦後かね、どっちだろうね。ここだけ開いてんだよね、多分ここに行くんだろうね。字幕が1回しか見れないのか、ちょっと。てかすごい青い。I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. ウォルター王子さんの部屋で私はたくさん遊んだ。母さんはその部屋を封じなくて後悔したんじゃないかと思う。ここは封じてなかったんだ、もともと。いいなぁ、なんかこういう壁紙。